長町長選挙に立候補しているのは届け出順にいずれも無所属で新人の谷川貴弘候補58歳と現職で4期目を目指す吉田真一候補73歳の2人です投票は今朝7時から町内9か所の投票所で行われており午前10時現在の投票率は5.52パーセントで 前回回より4.32ポイント下回っています。今回12年ぶりの選挙戦となった長与町の町長選挙はきょう午後8時に投票が締め切られ即日開票されます。